ループしてたんじゃない、もしかして今。ねえねえ、ループしてたんじゃない。やだー、ループって良くない。本当にうちの Wi-Fi 改善してってパパにお願いしたんだけど、やっぱまだされてない。途中早く人集めるのであれば、男子さんがあのカラオケとか、じゃんじゃん、カラオケ流しながら、これはあり、このお弁当作り。お弁当作りってあれなのかな、最初は楽しいけど、ちょっと見ていくたびにつまんなくなってくるかな、やっぱり。泣いちゃう。待て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 、はい、ブロッコリー完成しました。ブロッコリーは3分置くともう固まるらしいけど、まあまあずっとね放置。さっきのねマグロちゃんみたいにさ、マグロちゃんみたいにあれになっちゃうからね。はい、の好きなおにぎりの具はイクラ。イクラ大好きなんだよね、言って。あ、ズボラご飯配信多分するや。いくらあゆ大好きなんだよね。卵焼きを作ろう。トレーに三角カップ一杯と水と卵焼きの素をよくまで平らにします。はい、トレーに、あツナマヨも大好き。あとはあれも好きだよ、出てこない、塩むすび塩むすび大好き。塩むすび大好き。あとはあゆちっちゃい頃はなんだっけ、オムライス結び、たま、オム結び、オム結びみたい。なんか、わかる？ねえ、わかる？わかる？さ、オムライスみたいな、なんだっけ、ちゃんと握ってあるみたいな。そう、あれ好きだった、ちっちゃい頃。最近食べてないけど、食べる機会がないんだよね。にーやにーやにーにゃにーにゃにーやにーやにーやにーにーや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 にーたくさんみんなつくだん。トレーさんに三角カップ一杯の水、たくさんウインナーの素を入れてよく混ぜます。はい、てかこの間ももちゃんの配信見てたんだけど、やっぱももちゃんって面白いなって思って、うん、ももちゃんって面白いってなりました。ももちゃんって面白い。だからなんだろう、こんなああいうのつまらない話を見とかってなんか嬉しいよ、みんな。ありがとう。あ、今あゆしてるよ。あっしゃ、たくさんみんなの元を入れます。
そう、ももちゃんのももちゃんのあれ、ももちゃんさ笑いってさ、つられる笑い方してるのね、あの子すっごく。もうね、その笑い方大好きな私。ちょっと待って、めちゃんこつられる笑い方してるの。やだー、みんなあゆの配信好きだって、うれぴよ、ありがとうぴよ。待て、これタコさんウインナーって結構ね難しいの、このタコさんウインナーね、このタコさんウインナーね、この尻尾までちゃんとね入れないといけない、この尻尾の型取りがねうまくいくかいかないかで出来栄えが変わってくるんです。次はああゆの大好きなおにぎりが来ました。おにぎりを作ろう。トレイ4に三角カップ2杯分、2杯の水とおにぎりの素を入れてよく混ぜます。また2つに分けます。お弁当シートとかそれぞれの形を作ろう。はい、一回ちょっとね、おにぎりの素、おにぎり大好き、おにぎりって大好き、おにぎり大好き、おにぎり大好き。やばい、あゆちゃん沈黙って大嫌いなのに沈黙になっちゃう。よいしょ。かわいいこのお化け。てかめっちゃこのボールくるね。ボールって何？何とか言っちゃった。ボールかわいいんだけど。野球ボールかわいいんだけど、めっちゃここ野球ボール埋まってるんだけど、めっちゃすごくない？野球ボールで埋まってるよ。だって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 キャッチボールしや、キャッチボールしや、キャッチボールしや。なんかおもなんかテンション狂っちゃってるな今。ああ、あんちゃんの大好きなご飯。マジ普通のご飯も好きだし、このお菓子のご飯も大好きなんだよね。もううまいんですよ、それはさ、本当にうまい。あ、さっきのさ、ご飯現象と同じでさ、ご飯が、あれになってますわ。なんだっけ？なんだっけ？水が足りなくなってきた。
なってきた。ご飯炊けたよ。いや、ご飯の味さっきと違うよ。確かね、確かね、ソーダ味、ソーダ味です。よいしょ。ちょっとまだ水が足りない。水をね、何回もやってもめっちゃ固まるんで、この粉っぽさがねなくならないといけないのに、粉っぽい、やだ粉っぽい、もうちょっとお水が必要。よいしょ、頑張って、ほら頑張るの、頑張るのよ。よいしょよいしょ、あ、いい感じよ。よいしょよいしょ、ちょっと水っぽいご飯になってきちゃった。水入れすぎかしら。大丈夫よ。よいしょよいしょ、できた。そしたらご飯を取り出す。でれん、できた。ちょっと待った、どどん、どどん、よいしょよいしょ。それじゃあこれを半分に分けます。やばい、なくていくっつく。ちょっと逆に水入れすぎちゃったかも。三角おにぎりを作っていくよ。ちょっとこっちの方が多めの方がいいですよね。やばいやばい、結構なんかぐちょぐちょやばいやばい、よいしょ、やだー。じゃあちょっと味見ってことで、うん、うんうん、美味しいね。あ、やばいな、ウエットティッシュもカラカラになってきちゃったやばい、なんかやばい、今の手の状況やばい、ぬるぬる、やばい、ウエットティッシュも効かない、やばい、ウエットティッシュ、やばやば、よいしょ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 、よいしょ、よし、オッケーはい、あーちゃん21時までです。よいしょ、よいしょ、待って待って、コロコロ、今はパンダの肩取りをしてます。混ぜ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 、コロ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 、早く16歳になって。本当だよ本当だ、本当にそう、16歳になりたいんですわよ。混ぜ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 、そしたら三角、三角、三角の形を作っていきます。そしてすごくくっつく、くっつき虫なので、三角を作ってもまた広がっちゃう。いやーねー、はい、
てかなんか雑談したいのに何も思いつかないんだよね。最近そんななんか事件も事故も何もないからさ。はい、アイチン。今日21日だから実質ね、1日も。確かにそういうことにしとこうか。塗りはしないと。パリパリどっちが好き？あ、塗りはしないとね、見えた。しなしなとね。でもおにぎりの場合だったらちょいしなの方がいいか。なんかいや、パリパリも好きなんだけど、なんかパリパリだと落ちちゃうじゃん。パリ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 って。でも逆にしなしなだと歯とか唇にくっつくから。じゃあ質問、いいよ、質問おいで、質問多いで。よいしょ。よし、そしたら海苔をごま塩振ってをやっていきますわよ。トレーの海苔とパンダ型のくぼみにごま塩元を入れていきます。溢れたごま塩は丸い穴に落とします。はい、丸い穴なんてなくないか。あ、これか。これはね、超上手にやんないといけないんです。重要作業なのです。とってもとっても重要なのですわ。タン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 。よし、いいぞ。次はパンダの目。ねね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 ここが最難関。パンダの口、鼻と口。うわー難しいよー。目と鼻がくっついちゃうこれだと目と鼻がくっついちゃう。残りはこの中に入れていきます。でもちょっと崩れたらあれだけど、ほら見て見て、わかる、これ、あらー、こんな細かいのを頑張ってたんで、ちょっとこぼれちゃってる部分もあるけど、このね、口と鼻が最難関だったんです。すごくない？あゆご作りたい。どういうこと？あゆご？ちょっと待った。はい、ではでは、このさっき型をね入れたやつに、この子をこうやってペタンってすると、あ、ずれた、最悪。
悲しい悲しい。よくしょ。おお。この三角おにぎりはね、いい感じについてくれました。ではこの耳は真っ黒にしていきます。あーもうまたさペタペタになっちゃった。おてて鼻につけよっか。ちょん嘘で、はい、途中から何を作ったか教えていただきたいです。今はおにぎりを作ってます。これを作ってます。作るお弁当。これね、まくまちゃんおにぎりを頑張ってパンダおにぎりを作ってたのに、うわー泣いちゃうよね。泣いちゃうよね。こんなの。待って待って待って。いやー。いやー。絵の通り上手になってできないさ。ね。そうだよね。できないよね。手ぬるぬる。今日で。てかこれで何回ウェットティッシュ使ってるってぐらい使ってる。よっしゃ、はい、うん、オッケー。はい、次唐揚げを作ろう。一杯分のお水と唐揚げの素、よし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 、唐揚げの素。唐揚げの素入れてきます。やばい、ナナイトの差がもうさ超近い。泣いちゃう。あ、いや多分朝起きたらもうあれなんだろうな、越されてるんだろうな。同じの買ってきてうまく作って X にするかな。待ってる待ってるね。にしししまあやっぱこういうのって順位を気にしちゃうよね。うん、よくわかる。よいしょよいしょ、にゃ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 ん、
よし、これを半分にして、あ、なんか唐揚げっぽいぞ。もう盛り付けちゃう。盛り付けちゃう盛り付けちゃいました。あ、7位関の山なぎちゃんだ。なんかね、なぎちね、関の山なぎじゃなくてね、関の山なぎって間違えられちゃったんだって名前。面白くない？もうびっくりしちゃった。どうやったらそんな、ね、間違いするの。まあ、確かに関の山って結構珍しい苗字だとは思うけどさ、関の山なぎ、山なぎはさすがになくないって思って、面白かったの話聞いた時。よしよし、はい、次ナポリタンを作ろう。そうそうだよね、山なぎは2ならなくない。普通に関の、うん、関のっていう名字は多いかもしれないけど、でも山なぎっていう名前は絶対ないから、関の山なぎだろうなってなるじゃん普通。なんで関の山なぎになるのって思って、めっちゃ面白かったんだよね。そんな関の山なぎが今追い抜いてきてます。頑張んないと、いも、うんうん、泣いちゃう泣いちゃう。本当にね。そしたらナポリタンの素を入れてよく混ぜます。やばい、切れないよ。よいしょ。にゃにゃ。お弁当箱に、おにぎりおにぎりちょっと詰めて。なんか、これくらいの。お弁当箱に、おにぎりおにぎりちょっと詰めて。よいしょよいしょ。あー、ナポリタンの匂い。いや、本物じゃないけどね。本物じゃないけどね、うん、レッテレッテチチルレッテチルレッテチチチチチ。ナポリタンを詰めていきます。よいしょ。だよね、うんうん、そうだよね。よいしょよいしょ。ナポリタン作るって本当に楽しいんです。本当に本当に楽しいんです。ナポリタンできちゃいそう。よいしょ。てかお寿司作ってた時ってさ、どんな話してたっけ。なんか今よりもそんな無言じゃなかった気がするんだよな。確か確か。やばい、42000ポイント差だよ。
はい、そしたらこのねハサミの部分をハサミで切っていきます。ん？ハサミの部分をハサミで切っていきます。ちょっと変な日本語になっちゃったけど、まあいいやね。そしたらですね、これ見えるかしら、ここに絞っていきます。じゃあこの空いてる部分のここに、うーるっくる、あー難しい、難しいやん。くる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 。あ、意外と上手くね。うあ、ちょっとなんかちょっと冒険してますね。けどうまい、意外とうまいかもしれない。てかここをこうやってねじっとくらしい。だからこんな出てきちゃったのか。ねじらなかったから。よし。ちょっとさっき持ちながらやってたけど、持ちながらやるの難しかったから置いちゃうね。せっかくこの画角なのにギリギリ見えないってちょっと残酷だな。できました。よいしょ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 、よし、じゃあどんどんね盛り付けしていこうと思います。そしたらじゃあ一番最初に作ったブロッコリーさんを取り出していきます。これ取り出しってちょっと難しいけど頑張るよ。難しいよ、固まっちゃってるから。もうなんかフォークっていうのがまた、これはまた難しい。やばい、どうやって取ればいいんだこれ。これさポコンってできないよね。あ難しそう。あ難しそう。あなんかトゥルンって取れたよ。うわそしたらじゃあこのナポリタンの前おこ、おいいやん。そしたらこの卵焼きはあのくるくるってやっていくんですよ。こうやって、あちょっと待った。ちょっと待った。このくるくるってね、ほら見えてますか。ででーん、くるくるー。そしたらじゃあ卵焼きは唐揚げの横に置きます。最後たくさんウインナー取っていくよ。たくさんウインナーもね、さっきは言った通り超難しいのって、待って、超難しいのに超一番簡単につるんって取れちゃってるんだけど。あっ、やらかした。あのごま塩が全部溢れた。やかしチーマンしました。まあお盆の上だからよかったけど、やかしチーマンしました。やかしチーマン。でももう、美味しいからオールオッケー。お弁当箱の完成でーす。